ではですね、暗い写真を何とかしてみましょう。ちょっと暗いですね。先ほどの画像と比べると分かるんですけども、暗いですね。はい、この画像はですね、画質調整、ライティング、明るさコントラスト、これで結構修復できます。明るくしてあげます。コントラストが強くなるんで下げます。はい、どうでしょうか。ずいぶん良くなりましたよね。はい、こんな感じです。もうちょっとやってみましょう。局部的に暗い写真でやってみましょう。はい、ここの真ん中が暗いですよね、今ね。うん、暗いですね。こういうのを明るくするのどうしたらいいのかという話ですね。画質調整、ライティング、明るさコントラストだけだと全体の明るさをどうするかしか決めれませんので、シャドウ、ハイライトとか、こういうのがあります。シャドウを明るく、要するに暗いところを明るくする、これがゼロの状態で上げていくとこうなりますね。わかります？まあ、これがゼロの状態でこうしていくと明るくなっていきます。どんどん明るくなっていきます。ぐーっと、こんな風に。では次に、色を間違えてしまった写真、青くなってます。まあ他にもいろんな間違いがあると思うんですけれども、それをどうするのかってことですね。自動カラー補正、かなり正しい色になったと思います。でもうまくいかない時もあります。じゃあ手動でしたいと思います。どうしたらいいのか。ソフトによって多少違うんですけど、これはねカラーバリエーションしか選べないですね。要はこのちょっと青っぽいところにフィルターをかけていくという考え方でねいけるんですけれども、とりあえず青いので青に対する補色をかけてあげたらいいんですね。緑だったら赤、青だったらオレンジになります。これは色の相関図にあたるもので考えていただいたらすぐわかることです。これはもうちょっと勉強していくしかないんですけど、とりあえずね青だったらオレンジかけたらねそれなりになります。ですんで、オレンジ色なので赤ですね、赤を足しましょう。赤を1回足しました。2回3回4回5回、ちょっと強くなった、このくらいかな。で、ちょっと黄色を足したいので、グリーンを予約してみようかな。こんな感じですね。少しまともになりましたでしょうか。他にもですね、手動でやる方法はあります。カラーバランスを補正、ホワイトバランスを補正するという意味なんですけれども、ここに書いてあります。画像上のグレー、黒、白、またはカラーバランスに補正したい領域をクリックします。今ここで言えばここがグレーですよね。だからグレーをねちょんってやります。ほら一発で綺麗になりました。作業中に下にグレーを引いておいたりすると結構便利ですよ。こうやってね色をパッと直したりできるんでね。まあとりあえず白か黒でもいいんですけどね。例えば今回であれば、ここの黒、この黒を使うこともできます。黒、はい、まあ近いものにはなったんじゃないでしょうかね。まあただまあホワイトバランスはね狂わさないで取った方が後々の処理がね不要ですんで、そっちの方が絶対いいです。ということでしょうかね。